クジャク団スタイルでいきましょい。どうもクジャク団ですということで、はい、こんにちは。ね、まあ、ちょっと今日はそういうなんかふざけた企画じゃなくて、もうちょっと田中さんのお兄さんがね、何年前ですかあれ、亡くなられた。3年ぐらいですかね。3年、ふざけてる？覚えてなかったんですか？年って難しくないですか？2年かな。年ってむずないですか？なんかその3回忌が2年目で来るじゃないですか。なんかわかります？2年経ったら3回忌するでとか言われるから、え、3、え、みたいなのありません？これマジな話。だ7回忌って7年経ってないじゃないですか。3 というわけで今日はね、いつもと違ってね、ふざけた企画じゃなく、今日は田中さんの、お兄さんが亡くなられた、命日ということで、3年前の今日亡くなられたということで、そうですね、多分田中さんが一応お笑いやってるとかね、何も伝えずに、まあそうですね、知らないまま亡くなられたんで、ちょっとまあね、今日、ふざけてるなら僕も帰りますし、ふざけてないです、全くふざけてないです、どんなお兄さんやったんですか？もうちょっと名前はちょっとあえて伏せますけど、まあ兄貴はもう尊敬する人間ですね。年いくつ離れてるんですか？早生まれだったので、なんですか？なんですか？ふざけてるなら僕も。ふざけてないです。ふざけてないです。いくつ離れてるんかなと思って、すみません。早生まれとか聞いてなかった。すみません。早生まれだったんで、学年は6個違ったんですよ。だから小学校1の時に中1で6年違うんですけど、年齢で言うと5つなんですよ。はい、はい、その、もう亡くなるって分かってから、なんか会話したのかなっていう、なんか、なんか食べたいもんあるとかですよ。ああ。もう何気ない会話ですよ。なんか今更もう普段の普通の会話を。なんか、あの時良かったねとかって、なんかもう逆に悟らしてるみたいになる。病気だけど、まあ一応実家に帰ってるけど、なんかその死なへんよっていう感じで一応みんな迎えてたから、そのなんか過去の話振り返ると。お兄さんに死を連想させるようなことはせず、そう、もう日常にさして。逆になんか、なんかどんなアイス食べたいとか。はい、あ、暇だったゲーム買うとか、なんかそういう、もう普通の感じで。なんかそのね、幼少期から、まあ亡くなるまででね、一番なんか、思い出ってあります？印象残ってる。なんかね、小1か小2ぐらいの時なんですけど、これ何人かで僕は遊んでたんですよ。年上のやつが、石かなんか投げてきよったんですよ。で、それが僕の友達の目に当たったんですよ。はい。で、そいつはわー泣いて、僕らからしたらその年上の人は結構、まあ、小学校でいう3つやつ怖いんで、もう泣きながらとりあえず帰るのを送ってあげてて、ほな、その子と家近所やったんで、兄貴がどうしてんってなって、で、まあ、こうこうこうでこいつが石投げてきよって言うて、兄貴がブチ切れて、そいつん家に乗り込んだ。出てこい！はいはい。で、それを僕見てて、あ、かっこいいなと思いました。ああ、なるほどね。はい、まあまあ確かに、なんかその、はいはい、僕子供心なんか別に兄貴に頼るつもりなかったです、僕らの中で、なんかたまたま聞きつけて俺行ったるわって言ってくれたのが、まあまあね、なんかその、まあ、ヒーローじゃないですけど、かっこいいなっていう、そうですね、思い出に残ってると、なんかそうですね、ふともしね、あの田中さんその、亡くなられたじゃないですか、お兄さん、会えるとしたら会いたいですか？会って話したいとか。いや、もう会いたくないっすね。会いたいと。会いたくない。なんか、美化されたりする。心の中で僕生きてるんで、なんかその会うとかじゃないんですよ。心の中に今一緒にいるんで。別に会いたくはないです。まあ会いたいということで、言いたいこともあるでしょうし。で、今回ね、まあまあ、わかります。照れるのは。
そうなんです。だからどの顔でなんかこの、はい、この格好してるのであったらなんかバレるじゃないですか。まあそれも、だからいろんな意味で会いたくないんですよ。それももう伝えた方がいいんじゃないかなということで、うん、僕今日衣装で来てくれって言ったんですけど、だからそれが嫌だった。だから僕この芸人やってるのを知らないんで、うんうん、一般人である僕しか知らないんで、うん、だからこのこういう格好であったら、はい、なんかバレるじゃないですか。それを伝えましょう、うん、今日だから会いたくないんですよ。今日伝えましょう、うん、僕電話しまして、あるところに。ん、どういうことですか。で、ちょっと、もうお金かかったんですけど、うん、成功しまして。ちょっと何言ってるか分かんない。分かんないでしょ、うん、今日田中さんのお兄さん、うん、CG で再現します。だから魂は入ってないんですけど、一応田中さんのお兄さんの写真とか動画とかで全部渡しまして、声から何から全く一緒に一応再現できました。美空ひばりさんとか、そうそうそう、そういうことです。歌ってましたもんね、はい。あ、マジでそんなで、そうなんですよ。今回結構お金かかりましたけど、すごい。それはで田中さんね、うん、まあちょっと照れくさいかもしれないですけど、うん、一応お笑いやってることも伝えて。会話もできるんですか。一応。すごい。一応はできます。大手みたい。簡単な受け答えはできます。 AI かなんかで、ね、その、はい、言ってのかな。そうです。一応まあ性格とか、うん、言いそうな感じはある程度はできてます。ちょっと、はい、まあ、CG なんでちょっと変なとこあるかもしれないですけど、うん、まあ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 、そんな全然いいですよ。はい。うわ、いいんすか。なんか、いや、全然いいですよ。申し訳ないですね。そんなことないです、もう全然。そんな動いてくれてたってことですもんね。給付金でやっただけなんで、別に。もう僕返す。全然全然、そんな。会いたい。じゃあもう、はい、ここに出てくるんです。はい、ここに。マジで？マジで。はい。今ちょっと機械をセットするんで。はい。マジで楽しみ、めっちゃ。ここに出ます、普通に。はい。はい。じゃあちょっと、じゃあ準備だけ。はい、機械の準備だけやるんで。マジか。さあ、はい、田中さん、心の準備できましたか。ちょっと続々。田中さん、じゃあ、はい、目を閉じてください。はい、10秒数えてください。声出して。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。シンジ、久しぶりやな、シンジ。え？お前変わってないな。え？シンジ。わかる？誰か。名前、呼んでるよ。シンジ。ご飯は食べてるか？食うてる？シンジ。何？シンジ。うん。シンジ。何や？元気か？うん。あ、俺からも質問していい？質問は、一個までや。一個もいいの？一個まで。しゃあ。元気か？シンジ。何や？俺は今、うん、空からお前らを見守ってる。ありがとう。シンジ、うん、こっちも、うん、お前に質問したいことがある。あんのかいな。うん。くれくれ。その、うん、白い服は何や？これか、皮膚や。服やない。うん。シンジ。なんや？吉田君に説明聞いてないか？吉田？なんや？そうや。うん。シンジ。なんや？ふざけるとこちゃうんや。シンジ。なんや？お前はいつもそうや。
どうしたんや。ボケにボケをかぶせるから、もうすごいことなる。シンジ、どう見ても俺がボケやな。なんで。ひぐらって呼ぶやん。できひん、もう、できひんにや。もう、できひんにや、シンジ。予定と違うなんかいな。説明したよな、吉田くんが。そうか。うん。あんま覚えてないから。シンジ。なんや？もう。うん。時間の関係でいなくなるから。ちょっと待ってくれ、ま、最後に。泣いてるやないか。LINE だけ見てくれ LINE だけ見てくれや !LINE? LINE? LINE 見よう !LINE や、お疲れ様でした。うん。一応。はい。CG。はい、は終わりです。あ、LINE 見ろ。 LINE？ はい。そんなプログラム打ち込んでへんねんけどな。あ、ほんまさ、なんかちょっと気になって。不思議なことがあんねんな、はい、そういうことは あんねんな。 LINE？ もしかしたら命日で、あ、ぬくもりあるかもな。魂が降りてきたんかな。 LINE ちょっとわからないですね。なんか降ってきたのかな。田中さんどうでした？え、久しぶりに会ってみて感想は。いや、やっぱね、家族っていいなって思いましたね。うん、最高やな、やっぱ。